葛城あやさん。80年代のテレビドラマ界に彗星のように現れた女優さんです。葛城あやさんといえばもちろんドラマ飛んだカップルですよね。当時アイドル女優として人気絶頂でしたが、最近では全くお見かけしません。一体どうされているのか気になったので調べてみました。葛城あやさん、1960年生まれの59歳。実は父親は日本人ですが、母親は日本人とインド人とのハーフですから、彼女はクォーターということになります。道理でどこかエキゾチックなところがあるはずですね。今でこそ珍しくはないですが、当時は衝撃的な可愛さでした。葛城あやさん、高校までは愛知県で暮らしてたようです。兄弟は妹さんがお一人いらっしゃったみたいで、お体があまり丈夫ではなかったようですが、頭脳明晰で学校の先生を目指して大学まで行かれたようです。しかし家庭環境は複雑だったみたいで、葛城あやさんが一家の大黒柱で頑張らざるを得ない状況だったようです。芸能界入りのきっかけはというと、1978年テレビドラマ「ムー一族」での郷ひろみさんの恋人役に4万人の中から選ばれたことがきっかけです。大げさに言っていたとしても、当時葛城あやさんが笑った時に可愛いエクボができるのを見てドキドキしたのを覚えています。同じ年に歌手としてデビューしていますが、その短編小説という曲はさだまさしさんが作詞作曲で話題になり、合計でシングル3曲とアルバム1枚を出しています。そしてついに1980年にテレビドラマ「飛んだカップル」のヒロインの山葉恵役を演じて空前のブレイクを果たすことになります。ちなみにこのドラマは同名の柳沢公雄先生の漫画を原作にしたもので、当時週刊少年マガジンの発売日を心待ちにする男子が大勢いました。まあ思春期の男の子の願望をそのまま描いたようなものといいますか、ストーリー的にはありえないですが、今ならテラスハウスのようなもので、何の因果か一軒の家で同じ高校に通うことになる男女が共同生活することになって、またその女の子が抜群に可愛いという、それだけでなくその二人をめぐってまた他の男女との恋愛も絡んでヒートアップする感じのドラマでした。ドラマの数ヶ月前に同じ原作で映画版「飛んだカップル」が先行で封切られ、主人公の山葉恵役に薬師丸ひろ子さん、相手の田代裕介役を鶴見慎吾さんが演じ、そして三角関係の相手に石原真理子さんはこれでデビューしたという、まさにある意味伝説的な映画でした。それでもドラマが大人気だったのは葛城あやさんの可愛さが大きかったのでしょうか。余談ですが、ドラマ「飛んだカップル」が大人気だった理由に、テレビ界で初めて NG 集を放送したのがこのドラマだったそうで、それが視聴者から評判を呼んだのだとか。なぜこんなことを始めたかというと、実は編集後に番組の尺が2分不足して急遽エンディングに編集したんだとか。後にこの「飛んだカップル」はシリーズ化され、「新・飛んだカップル」ではなんと石川秀美さんと永瀬正敏さんが主演していました。とにかく葛城あやさんの人気はこれで決定的に、翌年にファースト写真集「一粒」を出版。しかしこれは単なる写真集ではなく、衝撃的なまさかの初ヌードが入ったもので、青春派アイドルが大成功した矢先に一転セクシー路線へ舵を切ったことに、世間は驚くやら嬉しいやらで、さらに注目を集めた葛城あやさん、アリエスの乙女たち、 NHK 大河ドラマ「独眼竜政宗花の乱」
など、写真集発売後も女優として多くのドラマに出演しています。そんな中、突然、1985年、結婚の情報が巷を駆け巡りました。お相手は、女優の岸本佳代子さんの紹介で知り合った男性で、落語家初代林家三平さんのお弟子さんの、希代の落語家林家新平さん。林家新平さんの一目惚れでのスピード婚だったとか。この知らせに、世の男たちは騒然としましたが、諦めるしかありませんでした。岸本さん、余計なことをしてくれました。と、がっくり肩を落としていたところ、なんとその7ヶ月目には、スピード離婚の情報が巷を駆け巡ることに。どういうこと？と、心の整理がつかないままに。これまた、離婚会見が行われることに。実は、この離婚会見がその後の、葛城あやさんの人生を180度、逆転してしまうことになったのですが、一体、その会見とは。普通は、離婚会見といえば、元夫婦が別々にか、お揃いで、というのが一般的なのですが、この時は、元夫の林家新平さんは、ライブ出演のため不在ということで、なんと三平師匠のおかみさんの、海老名香代子さんが同席で、葛城あやさんが単独で行うという、一風変わった形式のもので、ただならぬ雰囲気が漂っていました。しかし、落ち込んで話せない、葛城あやさんに代わって、ほとんど海老名香代子さんが、事情を含めて話したのです。そこでの話があまりにも不思議な内容でした。離婚の原因について海老名香代子さんが言うには、林家新平さんも子供だったと前置きした上で、葛城あやさんが身体的肉体的に大人ではなく女性になりきれなかったためと語り始め、さらにはこう続けました。あやちゃんはぬいぐるみを抱いて寝るような本当にうぶで可愛い子。それを聞いた報道陣からは、葛城あやさんが肉体的に大人でないということについて当然質問が飛び、海老名香代子さんはあやちゃんと病院に行きました。すごく自分は子供なのだと葛城あやさんが悩んでいたと発言し、この件はこれで察してくださいとだけ語り、詳しくは語りませんでした。そして言葉を発することなく、泣くばかりの葛城あやさんを横に、ちょっと早すぎた。いろいろな意味で、成長しないまま結婚してしまった。と、その離婚理由を語り、会見を終えました。しかし、これだけで終わらなかったわけです。マスゴミによって、おかみさんの発言は、ゴシップネタに書き換えられ、ぬいぐるみを抱いて寝るような女と、ギンギンの男がうまくいくわけがない。と、世に出ることになってしまうのです。このことにネットが反応して、葛城あやさんの身体的にデリケートな部分にまで、踏み込んだ内容のものが飛び交うようになりました。とはいうものの、この離婚会見の舞台が故林家三平宅で行われたことと、おかみさんだけの発言に終始したこと、そして、何より、マスゴミによって書き換えられたことによって、意に反した結果を招いたことに変わりはありません。葛城あやさん、彗星のごとく芸能界に現れ、瞬く間に人気を獲得したと思いきや、電撃的に結婚からの離婚をし、それでも女優を続けていましたが、2002年温泉名物おかみ、湯の町事件没を最後に、ぱったりと姿が見られなくなりました。所属芸能事務所からも退所しており、芸能界からは完全に引退されたようです。その後の葛城あやさんについては、噂によると、現在は再婚され、都内で主婦をしていて、出産して子供も育てているそうですが、その真偽は定かではありません。鮮烈なデビュー時には考えもしなかった結末。一体、彼女は今頃、どこで何をしているのでしょうか。
かがでしたか？あなたはどう思いましたか？私は、ムー一族での、ハマチマリさんばりのマドンナだった彼女。とんだカップルの清純な彼女。写真集一粒での、女性の表情を見せた彼女。離婚会見などにやつれた彼女。すべてが、急ぎ足で過ぎ去ったように感じます。葛城あやさん、どこかで元気で幸せにいてほしいと思います。それではまた次回お会いしましょう。